はい、ではライヤー最大で40連やっていきたいと思います。一応やるのは3ステップアップのこちらですね。こちらやるのと、あとはこちらですね、マッシージュ80個もらえるので、まあお得なのでちょっとやっていきたいなと思います。もちろん本体ももちろん欲しいんですけれども、まあなかなかコラボがずっと続いてて石が全然なかったので、ちょっとかき集めてきました。でまあそのかき集め方なんですけれども、まあ、ユニットのですね、まあ、キャラクタークエストとか、キャラクタークエスト2が解放されてたりとか、こちらの巻物のやつですね、こちらで一応まあ石回収したりとかですね、あとまあ今の SR とかのやつとかのもあったりするんですけれども、まあこれで回収しきれてないものを回収したりですね、あとはですねセレクションクエストですね、こちらがかなり大きいですね。新人くん、ガッツを見せるのよ。こちらが異界の城ですかね、のセレクションクエスト、まあ、結構セレクションクエストも私の中では結構好きなコンテンツで結構進めていて、で石がなくなったのでちょうどキャラを育てつつセレクションクエストをちょっと楽しんでていたっていう感じですね。まあ、なかなかセレクションクエストは動画に私の実力ではできないので、まあそれでちょっと動画お休みしてたっていう感じですね。でこちら、まあこういった石200とかかなりもらえるので、こちら多分全然手つけてなかったりとか、まあ属性であまりやってないのとかあると思うので、そちら進めたりとかすると石かなり入りますね。まあそんなことをしつつ1回ゼロになった石もなんとか8000元銅石超えてきたので召喚やっていきたいと思います。まあとりあえずこちら七夕無料召喚やってみますかね。こちら結局 UR は1回も出ませんでしたね。なのでゲージが溜まった状態ですね。とりあえずユニットが飛んでくれましたね。シュテルですね。さすがに旧キャラもかなりやってるともうほとんど貫突する分のものは持ってるか貫突済みっていう感じですね。ではやっていきたいと思います。一応こちらの指示こちらからやっていきたいと思います。おお、金でこれがそうですよね、ボックスが飛ばなければっていう感じですかね。一応最後は金には最低なるんですかね。ここが、ああ変わらずですね。とりあえずまあ40、80個もらったっていうことでって感じですね。であとはこちら3ステップアップやっていきたいと思います。まあこちらはもう1回回したら最後まで回すっていう感じですね。ビジョンですね。これはちょっと期待薄なのでスキップしちゃいたいと思います。
最後も SS レアだけでしたね。なかなかあと20連でアライア厳しいかもしれないですね。とりあえずはユニットですね。一応右下に銀があるので、これが変わるか変わらないか。変わらずですね。これで最後がなんとかね、虹1個ぐらい出て期待を持ってやりたいとは思うんですけれども、最後になってしまいましたね。まあ、こちらアイテムとかももらえるので、まあ、無料の石で回せる分にはまあまあいいのかなっていう感じですね。こちら最後もかけら40個もらえるので、まあガチャただみたいなもんなんですかね。まあとりあえずユニットが飛んでくれましたね。これはどういう、このボックスが金になって最後は変わってくれるんですかね、それとも変わらずなんですかね。なんかガチャも久しぶりな感じなので、なんか感覚がちょっとつかめないですね。動画撮るのも久しぶりなので。最後はあ、やっぱり変わってくれましたね。ここでバサッと来てくれれば来るかもっていう感じですね。まだいないキャラもいるので必ずアライアっていうわけではないんですけれども、とりあえずはバサッと来てほしいですね。では行きたいと思います。ダメでしたね。射撃は射撃だったんですけれども、結構古いキャラ来ましたね。なんか一瞬バサッと来てないんだから来ないんですけれども、なんか服装が似てるかなって一瞬思ったんですけれども、ちょっと今回は残念だったんですけれども、まあ、また石が溜まればちょっとアライアは回していきたいかなっていう感じなので、よろしかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではご視聴ありがとうございました。